高島屋、JR 名古屋高島屋東海旅客鉄道 JR、名古屋高島屋、高島屋ゲートタワーモール JR セントラルタワーズの夜景名古屋駅桜通り口、JR 名古屋高島屋は愛知県名古屋市中村区の名古屋駅に所在する百貨店。日本百貨店協会加盟。2000年3月15日開店。東海旅客鉄道名古屋駅と直結する JR。 セントラルタワーズの各店舗として JR 東海、高島屋の合弁企業、株式会社 JR 東海高島屋によって運営されるターミナルデパートである。店舗面積は55,429平方メートル。2019年度のデータでは店舗別売上高で全国4位と日本有数の規模であり、愛知県内及び名古屋市内で最大の売り上げを誇る。 百貨店である。当社は高島屋の連結市会社ではないが、グループ内では本店の大阪店や東京の日本橋店を抜きトップの売上高となっている。通称、名駅の高島屋もしくは JR 名駅の高島屋。当初、セントラルタワーズに開設される百貨店は松坂屋も出資した共同経営の予定で進められていたが、 栄に位置する松坂屋の本店閣である名古屋店との競合を懸念して撤退した。急遽パートナーを高島屋に変更した経緯を持つ。丸江の百貨店事業からの撤退以前は、名古屋における百貨店として、松坂屋、丸江、名鉄百貨店、三越とともに 4M1T と呼称されていた。また、JR セントラルタワーズや、 本店舗の開業をきっかけに、同店が位置する名駅と以前から、名古屋最大の繁華街であった堺との商業地競争が激化している。2011年3月には、月間売上高で、それまで地域一番店であった松坂屋名古屋店を抜き、名古屋地域で初の首位を獲得。さらに、2015年2月期における年間の売上高もトップになった。 以降は隣接する JR ゲートタワー内のゲートタワーモールの増床もあり連続して地域一番店を獲得している。高島屋が行っているバレンタインデー商戦の祭事、アムールデューショコラでは2020年に31億円超を売り上げ、同様の祭事で日本一とされている。かつて臨地に所在し再開発のため取り壊された 名古屋ターミナルビルの跡地へ建設された超高層ビル JR ゲートタワーに本店舗の増床フロアとして専門店街の高島屋ゲートタワーモールを開設。セレクトショップなど若者向けのアパレルやカフェなどファッションビルのようなテナント構成になっている。JR セントラルタワーズと連絡通路で直結している。面積は 約3万2千平方メートルで JR 名古屋高島屋側の店舗面積を合わせると約8万7千平方メートルとなり2016年時点において中部最大の店舗面積である松坂屋名古屋店をしのぎ日本最大の店舗面積である近鉄百貨店本店2位の阪急百貨店梅田本店に次ぐ規模となった東急ハンズ名古屋店などがテナントとして入居している なお、三成堂書店は2017年4月に JR ゲートタワーに大型店を開店したため、そちらに統合された。ありがとうございます。